キシさん、こんばんざ、ありがとうございます。さあさあ、ナビーの改めてありがとう。のぞちゃん、ありがとう。あ、YouTube、 あ、祝いのギフトあるんか。やっぱ目乾いちゃった。トークポートで配信遅くなっちゃってごめんなさい。しおんくん、お誕生日おめでとう。おー、忘れなかった、えらいねありがとう。ジャビタ、ありがとう。ハッピーバースデー。あ、後ろにいる子たちが見えなかったパラちゃん、おめでとう、ありがとう。ちょっとみんなからのお花も掲げとこ。ただおめでとう、ありがとう。ビビ、ありがとう、レベルアップした。コロちゃん、ありがとう。おぎぎーだ、ありがとう。ゼットチョリース、ありがとう。ふくふく、ありがとう。キューピーのバナナ、良き1年であり、夢が叶う年。夢叶える、叶える。笹川、もっと年重ねて綺麗になるのと、あと今年人にいい影響をもたらせる人になれるよ。頑張る。ハゲキング、ありがとう。フランソワ、ありがとう。あ、注文できたね、届いた。ジュンヤ、ありがとう。かわいすぎた、ありがとう。水ぽぽ、今日何回でも、あ、何回でもアッツさん、はじめまして、ありがとうございます。アッツ、アッツアッツ。のびーな、クラッカーだ。パン、コノハちゃん、ありがとう。数字とっても多い。そう、491歳ってブーちゃん、こんばんざーい。シアンくん、キーキー、明日早起き。あららら、ら、何時起きだ。伝えてくれてありがとう、早起きなのに。まあ、やっぱり今日の髪型すっごいかわいい。そう、ふわふわ。でもちょっと取れてきてんけど、あとここがね、なんかすごいきつすぎたすごい、めっちゃここだけうねうねうねってなってる。ピンってなっちゃう。ちょっと押さえとこ、押さえて押さえて。え、藤翔さん、お誕生日おめでとうございます。あら、お名前久しぶりにお見かけした気が。パンダちゃん、お土産何がいい。お土産なんだろう、何がいいかな。え、お土産、パンダちゃんが来てくれること、無事に。じいちゃん、おめっとさん、ありがとう。よっち、ありがとう。あっこちゃん、ありがとう。491歳もう好きでいてね。ありあり、ありがとう。アバター変わった。ゆうちめでたい日なんで、お先にいっぱいもう始まってる。え、ちょっとわいもケーキなくて、お寿司をお寿司ゲットした。うまそう。あ、さやき時間47時間ルームやってたの。お寿司、お祝いと言ったら何かなって思ったらお寿司だよね。お肉に、まあ今日絶対いい日になる、本当にいい日になる。もう確定、確定演出。もういい影響、あ、あった。ヘイチ、シャシャシャ、ありがとう。星野渡さん、ありがとうございます。のびの後ろでヤクルライダーテレジも、そうそうそう、みんなこっち見てるみんなめっちゃこっち見てるひなた、ありがとう。昨日より綺麗、うん、じゃあ明日もっと綺麗だね明日もっと綺麗になってる。フランスは購入できた、やった、ありがとう。待っててね、届くの。なこちゃん、シューツのお顔めついたシュッとしてなおつちゃあちゃんと特報できた。あ、そうじゃん、特報できてないよ。でも起きてくれた、おはよう。両兵、ありがとう。みんな星ピョンピョンしてくれてる、星投げてくれてる。じ、うん、制服改造せず標準できたって言ったら驚かれた。ピン、富士翔、確かに久しぶりに来た。久しぶり、忘れないで言ってくれてありがとう嬉しい。ほのたんずアバター、お寿司だ、お寿司出た、で、で、お寿司、お寿司、はい、マグロ、イカ、サーモン、卵、エビ、サーモン、タイ、アサリ、アサリが入ってる。アサリ珍しくない。ありあり、491回、数えの大変だなおめでとう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 。のびーなクラッカーと RS もクラッカーくれてる、ありがとうございます。おいしいし、行かなきゃなんだけどね。そう、
今日は19時15分から横浜サウザンドクラブさんで出演があります。皆さんお誕生日当日お待ちしてます。なんと女性の方は入場料無料だって。すごい、無料ってなかなかない。男性の方も一般1000円と格安なので、ぜひ来てください。お待ちしております。どうしても来れない方は配信もあるってよ。配信チケットハリー祝生誕だー、イエーイ、祝だ。美味しそうでしょ。寿司みんな何が好き？サーモンと縁側と光もんが好き。あ、高人さん久々ありがとう。RS こんばんざい。竹木わーい、お誕生日おめでとう。あ、待って、桃鉄の結果どうなったん？確定演出誕生日おめでとう。タモチありがとう。安典ありがとう。今日待ってるからね。これのリマだ。あ、ピカチュウ大好きなリマ待って、こっちの笹川アバター久しぶりに見たな。イケヒイケヒありがとう。バスセンターカレー、あ、お土産バスセンターカレー。あ、実はね、バスセンターカレーずっと食べてないのが1個家にあるんだよね。まあ急に冷静になってカメラあれ冷静になっちゃった。ゆうちゃん、まさかヤクラのぬいぐるみ、おるおるおる、チラ見えしてる。ちょっとあんま見えない。みんなお祝いしてくれてる。ハゲキング寿司でもずっと喋ってて食べれてないモロちゃん、私も明日お寿司。みんなお寿司。花火パイ大好きな花火パイ。光るレベルアップ、レベルアップしました。春お誕生日おめでとうございます。あ、今日来てくれたんだよね。RS 昨日ぶりです。シュー、久々気をチェキありがとう、ありがとう。まこちゃん配信用念のためアラーム、あー、念のためアラームセットしといてよかった。1年に1度だから。竹の子ありがとう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 。あ、プレゼント開封した。すっげー可愛いのくれてた、ありがとうマブ年の数だけお寿司491巻な、何皿、245皿と1貫。おいしいおいしい。今、まあ私もお寿司食べよう。あれはお寿司、あれはショートケーキだったよ。アサリ軍艦珍しいよね。アサリ本物のお寿司、うん、本物買った。笹川これスーパーで買った。みなとも水着の伝道師ハピーバーありがとう、 Thank you。今お誕生日も、あ、食べられたかな寿司、さすがの。そうリマ、一切学校とかプライベートの友達全くもう誰からも連絡来ないんですけど唯一くれた。さくらめる、お誕生日おめでとうございます。さくらめるさんだみんなにさくらめるさんって呼ばれるありがとう。メルは今日傘に入れてくれた。ワンちゃんだ。俺の楽譜聞こえたか分からんけどガチってないから、え、聞こえた？え、めっちゃガチで聞こえた。シカちゃんクラッカーありがとう。あら、じゃあ明日何着てくる？緑？俺ち女性、うん、無料、うん、女性無料だけど。うん、オロチは笹川の知る限りではまあ、じゃあおはよう、親もおめでとう。ケービーの前の横浜か、え、川崎にいる、めっちゃ近い、めっちゃ近い。フランサ新チケット買った、イエーイ。笹川新しいポジション、そうあるんだよな。やばい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 。ワンちゃんおめでとうございます。ここで文章が途切れている今までの服だったらどれがいい、どれかな。なんかでもやっぱり色的に寒色系が好きだから、あの青緑、なんかトークポートで見る色とちょっと違うんだよね。ぽい色の服が好き。
サーモン一択。サーモンはもう全人類の味方。タラトラさんありがとう。今日着てたやつがこの前買ったやつ。ええ今日緑だったあれ。今日えシャツ。あーこの前行ってたのとは別か。この前言ってた緑濃い緑のブラウスシャツとはあれも可愛い。やっぱ服の好みが似てる。あちなみにこれは笹川さんの T シャツです。この前作っていただいたと緑のシャツ合わせて緑だから。パナちゃんもサーモン好き。タカッペハッピーバースデーありがとう。ワンちゃん寿司寿司やらんぞ。これワイナやからな。あのちマグロとホタテ。おお。ホタテホタテ寿司のネタで好きっていう人あんま見ないかも。ピカル寿司うらやましいだろう。いいだろう。うんあげないけど。あつさんえ横浜行きます。なんとあつさん。お待ちしております。あつさんはどこの方だろう。どっかのグループさん応援してらっしゃる方。スリシエさんとか。あなる。あつさんお待ちしてます。え話せちゃったりするかな。特典会で今ゲットした。たかしハートありがとうございます。今日ねチェキも取ってくれてね。しかしサーモンとホタテといろ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 に全て集約された。笹川もいろいろ好き。寿司食いね。たかしクラッカーもありがとう。ハゲキング漬けマグロ渋いですね。漬け普通のマグロはダメ。年越しの時はそばが伸びな。確かにそうだそんな記憶がある。言われて思い出した。寿司なんか食べちゃう。ちゃんとあのお箸バンザイジャパンのお箸前これクラウドファンディングの特典として配られたものなんですけどいただいた。え何から食べる。端っこから攻めてこ。マグロ誕生日寿司。えもうこれシャリカピカピなってないかな。いただきます。マグロ、うん、うん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 ドタバタ。すいません。ちょっと待って伝わってた。醤油が垂れちまいました。おいしい。幸せです。どこまで読んだっけ。花火パイはまだ春だと。召し上がってた。隠れさささとして出た。隠れてるタイプ。ありがとう。明日マスク以外の禁止事項書いてない。えそうなん。今サーシャが手に持ってるネタみんな好き。えアサリの軍艦あんま食べたことないんやけど。でもアサリ好き。さがサーモンでもイカかな。バター固くなに買えない私ですが、ありがとうオロチ。確かにずっと買ってるの見たことない。服プレゼントも、あ、そう笹川なんかいつもプレゼント何が欲しいって聞かれてもいつもわからないんだけど、
これからコスプレって答えるようにしようかなって思ったもし聞かれたらね、自分からねだるわけじゃないけど、うん、うん、コスプレ衣装、そしたらもう今年はコスプレイヤーになりたい。まあショートケーキも必死にお寿司面してない、してない、ショートケーキも絶対そのつもりじゃないよそれはマオが仕立ててるよスシローで3万円分ぐらい、それぐらい食べ放題したい寿司。まあずっとお寿司の食べ放題してみたいんだよね。安なり、そんな髪長か、長いように見えるか。あ、これ、あ、これリマさんがくれたあれだ。ピン。ピン、バレた。センクラの後、ゆうきくんと高島屋行って、これ見せてもいい、見せてもいいか。かわいい。かわいい。これ何入れたらええかな。皮、緑の。マリクワちゃん、ね。すごい好きな色味です。大切に使います。本当にみんなからいただいたもの大切に使わせていただきますかわいい。何入れたらいいんだろう、何入れよう、悩んでてまだ入れられてない。あんまりかわいすぎるのは嫌だろうしって、喜んだ、とても優しいなかわいい。本当に色味素敵。さすが分かってらっしゃる。あんまりプリプリにかわいいのは持たないので。ミスパパ、ワイの知り合いの誕生日おめでとう。全国の3月23日生まれおめでとう。その父上様と父さん同じ誕生日か。父上様おめでとう。まーちゃん、ひな、昨日謎に姫になったの、明日無料にそういうことにならないよ姫なた、まあ明日楽しみだね。シンゴモール、クラッカーありがとう。ミントグリーン系の、あ、そう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 。パンナちゃん、はる、今日テンパりすぎて一応トーン忘れちゃったの。さっさんとチェキ取るの忘れました。あら、また今度だ、次回いつかな。よしぽん、お花くれてる、ありがとう。ごめん、今日ちょっと読むの遅くなっちゃうかもだけど。しんごだるま、ありがとう。ありがとうございます。皆さん誕生日おめでとう。まーちゃん、ありがとう。ビートは寿司食べに来たよ、レベルアップ食べられたら困る、あげないけど、ありがとう。川崎で夢で会いましょう。キツネ、最近バナナになったキツネ。バナナ、あの肩フリフリしてるやつ、あ、すごい男女いっぱいいっぱい刺さわってる。お寿司みんなに自慢してる、刺さがだってお寿司なんてめったに食べなくない。お寿司、昨日おハウスで寿司150貫、150貫ってどんぐらい。お揃いだね。お寿司も喜んでるよ。ワンピースあるけど半袖か、半袖寒。シンゴ、これは何、お誕生日おめでとうかなとか言って全然違ったら恥ずかしい。オロチ、地元青森でホタテ食べてみ、飛ぶぞ、出た飛ぶぞやば、飛んでもあるかも。ホタテ、ホタテ、ホタテは寿司よりあれ、バター醤油とかで食べたい。ポコちゃん、ありがとう。ヨシポン、こんばんざい、ありがとう。ヨシポンもお花くれてた。あこちゃん、リマさんにケーキ10個用意したって聞かれて焦ってる、焦ってる。ないの。笹川さんはフルーツ、フルーツが好き、フルーツ。よしひこありがとう。内藤さんもありがとう。よしぽん、近々さっさんとお会いできそうですね。あなんかこまちゃんが配信でなんとかなんとか何人かに言われたんですけれども、まあ近々お楽しみに万歳橋、そう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 、橋まで、橋懐かしい、そう知ってる方は知ってる。10人十色の
MV 制作のクラウドファンディングですね。ひらぎささ可愛いよな、だよな嘘嘘嘘誰に言った？つまりウニと光り物食べれませんよ。光り物あんなに光ってるのに、あんなに頑張って光ってるのに。それが縁起のいい橋だろう。チュチュチュルチュチュチュルチュルチュン。ハラケおたおめ人終わり人。あ、行儀が悪い、読みましょう感謝人万歳橋。ええやんええやん、ええでしょ。え、これまたなんか販売とかしないかな。おすすいいなって。醤油、あ、醤油、待って、ここ醤油落としたとこだった上級国民の食事来月18日、あ、内藤さんも会える。のびもぐもぐしてるおささ、もぐささあんまりね配信ではね出さないんですけどね。のぼうこんばんさ、さそう T シャツにはつけないようにちょっと念入りに、ね、金ちゃんだー、こんばん。サマースイちゃん久々に名前見た、ありがとう。いのりもありがとう、お誕生日おめでとう。リプしたけど文字数足りない。金ちゃんにもまた早く会えるの待ってる。ツイッター後でゆっくり見よう。オロチ露出が多いコスプレ、痩せます、痩せます。深夜に寿司食べてる人が言うセリフじゃないけど、痩せます。やっぱ目標に痩せます入れてなかった。ナポサちゃんレベルアップおめでとう。テレテレテテテテにそんなことしてたっけナポありがとう。タケノコ、あ、そうだよ、響様ってコマからも言われてる。テルシコスプレ、あ、制作していただくの待ってます。いやでもテルジはテルジのフォルムだからいいんだよな。キンちゃん普段あんま言わんけど今日クラスの人は好きでさ言ってくれた。素直いいぞ、素直素直素直に生きようぜかわいい。オロチ5000円こそ上級国民の食事だ。まあでもお寿司食べ放題ならねそれぐらいかかるか。え、なんかさ、あの寿司アカデミーの何学生さんが握ってるみたいな、だからちょっと安く食べれるよみたいな寿司食べ放題行きたい。のぼう、ハッピーバースデー、昨日からボキャブラリー増えた？のぼう。お、のびクラッカー。うん、カモラグ、やっほー、いっぱいくれてる。カモラグクラッカーと、カモラグ祝い、ありがとう。安盛りクラッカー、ありがとう。あ、サクラメルクラッカーも。サクラメルクラッカーくれてる、ありがとう。押してくれてるらしいんでね。カモラグめでて。よしぽん、おおお、アバター変えてくれて、あら、ありがとう。ミッツさん、誕生日おめでとう、ありがとう。ひななと、あら、こっちでも花束くれちゃって、あなた。でも誕生日私。あの3月21日渡してくれたんで、ちょっとこれヒートテックめちゃ見え、めちゃ見えで激ダサい印象。トム、ハッピーバースデー、 Thank you Thank you トム。パンダさん肩フリルで腕の部分が、そう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 。みずほちゃん、ハルクマ、名前ハルクマちゃんになった、ありがとう。21日チェキも取ってくれてありがとう。はるくまちゃん、はるくま、はるな、はるなのはる。しんご緑だるま、ありがとうございます、ありがとう。パンダちゃん、あれにするか、もしくは初めてワンピース着ていこうか。そう、明日って寒い、どうなんだろう。キュービのバナナ、千年生きてるバナナになったの。そう、あなた数日前からバナナになってたよ。パンダちゃん、卵、卵好き、
あこちゃんフルーツ、あ困惑しちゃった、でもなんでも好き。GTR こんばんは、ありがとう。だけど仲良しメンバーはだいたいどういうの似合うとか好みとか把握してるわぞ。お、笹さんは色は寒色系が好き、寒色系が好きなのとそんな感じ。なんだろう、でも好みって難しいよね。名取健二お誕生日おめでとうございます、クラッカーもくれてる、ありがとう。よしぽんハートですね、あらみんなすごい星とかもなんかたくさん投げてくれてありがとう、ありがとうね、そんなお祝いしてくれて。オロチ夜寝る直前まで食べててこの後、めっちゃ運動してる、そういい体してるんですよ。お菓子大好き、うちもお菓子大好きなんだけど、おかしいな、どこで道を踏み外してしまった。いつも神楽坂にあるんだっけ寿司アカデミー。鳥健二お花ありがとう、あナバナマリアさんもいるじゃないですか、ナバナマリアありがとう、チュンチュン、マリアにはいつもお世話になっております、誠に。ゆうちも学芸内の新田中も4000円か、やっぱそれぐらいするか、回転寿司100円の回転寿司でいっぱいもう満足するまで食べた方があれかな。誰か寿司行こうぜ、メンバー。慎吾3月23日は元ジャイアンツの加藤健、加藤健、加藤パンみたいな、アルビレックス新潟に所属してた、野球の方全然知らんのよな。ユーチューブ、お、アバ変えといた、ありがとう、ユーチューブまで。春菜は命名だけど変わるから。最終決定じゃないんだ、春熊ちゃん。春熊ちゃん、最終的に何になるんだろう。いつ最終決定なのかな。まあケーキ美味しすぎて毎日誕生日でいて、オッケー。じゃあ明日も祝ってね。なんか食べよう、イカ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 、うんうん、わさび、うん、わさび思ったよりつんときた。そう今日素敵なお花もいただいてしまって、すごい、これテレビとかでは見たことあるけど、これ本当にバラの香りだ、これ本物のバラだ、サラダなんじゃない。綺麗な、なんて言えばいいんだろう、アレンジメントフラワーかな。いただきました、飾っておきたい、これこれってこう飾っても別に落ちない。落ちたりしない。綺麗、華やか。内藤さんお休みしちゃったかな。たけのこ寒色系と、そう好み。特に水色と、水色
が好きかも。そして緑が好き。透明感のある色。光る幸せそうなサーシャを見てたらコメント忘れてたでしょ。あれ戻っちゃったかな。もう俺たち寿司行こうよし、みんな寿司オフ会。まあじゃあ寿司行きたみ、 あと米田コーヒーに行きたい。ずっとネロこんばんざーい。みーちゃんありがとう。安則そうなんですよ、アルビレックス4連勝してるんですよ今サッカー。さすがだね、今年はもう J1 昇格だな。ネロですありがとう。ハイゲキン、ここにいるみんなが一皿ずつ、これ今年の数だけ。えまだ足りない、まだ今累計317人でしょ、足りない。たかしこんばん。たかし今日会えそう。はるち、さっきお電話たくさんありがとうございました。イエイいかにかん、いかにかんいかにかん、いかにかんってなんかネタあるよね。まあやった、明日毎日お祝いだ。キツネは仕事します。みつわさびが来た、意外と思った以上に来たわさび、ちょっと待ったコール一人罰ゲームちゃうわ誰が一人罰ゲームや。わさびの顔した伝わったならよかった。まあハッピーバースデーありがとう HPD。 まうお子ちゃまにわさびはきつかったかなって、誰がお子ちゃまや。もう491歳の大人ですよ、みんなより大人ですよ。あこちゃん好きなネタはね、好きな時に食べるタイプ、最初でも最後でも。おじさん回転寿司、銚子丸、あ銚子丸あんま行ったことないかも。笹川は浜寿司、浜寿司美味しい。意見食えるの、あこれは食わない、これは綺麗なバラ。サラダ菜ずっとだってずっとルルレタス面白いモロフリルレタスなのが面白すぎてそうこれフリルレタスなんですよ、昨日の配信いなかった方に言うと。他のは花なんだけど、これだけ明らかにね、表面だけじゃなくて内部を見てもね、どう見てもねフリルレタス、スーパーで売ってる。アレンジメントフラーボックスったやつ、ボックスったやつそうめっちゃ綺麗だよねこれ、本当にずっと飾っておきたい。えでもこれもさ、やっぱさ生の花だから枯れちゃうよね、どうしたらいいんだろう。これ画面が華やかだけどすごい圧がすごい。後ろに笹ファミリー、そうだよ笹ファミリーいるよ、家族一皿2貫明日米田でさっちゃんの誕生日会。いや明日一人米田しようかなえ誕生日なん、誕生日ってなんかしないともったいない感じする。のびき書いてペッて乗せてるだけの回転寿司、スーパーのお寿司がしっかり握ってると板前の、のび弟と板前さん、米田大好き、コメダのカツサンド。安則、あれ見待ってるよ、 J1 上がってくる。あれ安則は川崎フロンターレは強すぎるって、なんなんあこちゃん白のワルは動詞、白のワル美味しい。レーソル、そうなの、柏レーソル、レーソル札幌なの。まあ、よナイスツッコミ、おあおる、あおってるなフランスはハートありがとう。ハラチ誕生日おめでとうありがとう。
まーちゃん、白のアロー、え、一人きつい、え、ハートいっぱいくれてる、ありがとう。まーちゃん、一人はま寿司は知ってるわ。はま寿司でもさ、結構寿司屋ってさ、車じゃないとなかなか行けないとこが多い。でも最近は駅前にも結構あるか。あの、ちささんはだんだん若くなってってる。そうなんですよ、実はそういう術を使ってましたよね。どんどんね、逆行してってる。時の流れに逆らって人間の息地を吸って、人間の息地を吸って若返ってってるのだ。あこちゃん、フリルレタスの味の感想、ちぎった、フリルレタス。ちょっと苦味がある、レタス、フリルレタス、これはちょっと苦味がある食べたお誕生日祝いにもらった花束食べたあー、お箸落ちちゃう。ブロッコリー混ざってたもん。いや、これブロッコリーある、ある、ブロッコリー、これ、これブロッコリープリザーブドフラワーじゃない、なん、え、これそう、なんかプリザーブドしてあるの。え、でもこれは生の感触、生の香り。え、だってプリザーブドって冷、なんかあれだっけ、ドライアイスとかで。え、でもこれは生、生の感触、生の香りがする。パンダちゃん、誕生日当日に遠征するの、初めてをいただいた。今日また明日ねって言えたー、イエー、予約、あ、あ、やばいやばい、水が垂れてきてる、水が焦った、縦にしてると水出てくるのか、危ない危ない、気づいてよかった。あ、予約 OK、 大丈夫、たっくんの分でね、ありがとう。つまり川崎市とどれきに住んでいて、あ、サンフレッチェ広島か。もう川崎と広島といえばアルビが J1 昇格争いを以前してた時にめっちゃ見に行ってた時だ。慎吾おじさんも笹さんの一人お誕生日会やろうやろう。何食べる？寿司。まあそんな偉大な笹川さん煽りませんよ。言い方がまずジェフが、あ、ジェフ一番情けない、そんな頑張ってる選手が悲しんじゃうよ、それ聞いたら。サチさんの年齢はここからカウントダウンしてってだんだんゼロに近づいていく。あなんだ、ありがとう。あなんだ、花見川の城、あ、久しぶりに。千葉県在住の、おお、広島サッポ結構いる。え、そう、出身とか自分の住んでる都道府県と違うところを応援してる方たまにいるけど、なんか縁があってとかなのかな、そういう方って。まあ、ちゃん、ゾーンなら全然少ない。なんだゾーン。あこちゃん食べた味の感想早わって言ったから食べた。ハゲキング、日が変わってすぐ、え、プリンアラモンドも悩んだ。そう、ケーキ売ってなくて、でも今日なんか甘いのより寿司気分だったから寿司にした、しょっぱいの気分だったから餃子と悩んだんだけど、やっぱなんかお祝い事といったらお寿司かなみたいな。みたらし団子食ったハゲキングは甘と覚えた。
うん、それ食べられる食べられる、何でも食べようと思ったら何でも食べられるからね、人間。パセリ、パセリ、これパセリっぽさもある。これはパセリとブロッコリーのミックス、雑種ですね。ブロッコリー最強。これ絶対マヨつけて食べられそう。だってバラもさ、食用のバラとかあるよね。あ、食べる人初めて見た。花束食べる。ティッシュも食べるし、花束も食べる。うん、また親子丼食べたい。名前が誕生日めっちゃありがとう、イエーイ、迎えました。パセリ、あ、みんなにパセリって言われてる。お前はパセリなのかもしれないな。まあ血吸われるんか。そうだよ、みんなの血吸ってわかる。おいでおいでおいで、みんなパセリ言ってる。ナイスブロッコリー、フラワーボックス。今お花に囲まれてる。危ない。お花に囲まれる生活すごい。でもお花あるとさ、やっぱさ、一気に配信の画面が華々しくなる。あとこの子たち。いいですね、今日すごいスクショが華々しい。初めての出来事、何かと、おお、ささっと一緒にこれからも初めてしよう。親子丼、水が垂れたならね、どうも、あのぽい。だって香りがすごいもん、本当に。水が出てくるのは生。びっくりした、気づいたら水垂れてた。まだじゃん、あ、DM しなくて大丈夫、 OK だよ、ありがとう。はじめましてさんが、トール B さん、こんばんは、はじめまして。まだいてくれてるかな、ありがとうございます。今日誕生日を迎えた笹川笹と申します。みーちゃん、チャリ川崎に住んでるのに裏レッズがいるよね。そう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 、野球はヤクルト。うん、ジュジュだー、バオバ、お疲れー、ハッピーバーです。あ、そうだ、28日アイドル甲子園、アイドル甲子園で会えるかな、新木場。あ、そう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 、さっきまだツイートできてないんですけど、笹川3月の28日日曜日かのライブが、メンバーが二手に分かれるそうで、そう、大手町三井ホールはみんな出ます。夜の出れる人はみんな出る。そしてあんちゃんがラストライブ、早い、やばい、もうあとちょっとじゃん。え、寂しい。え、そうで、3月28日の朝か昼か、まだ炊いて出てないから分かんないけど、早い時間に2つあって、それがメンバー2手に分かれます。この前遠征に行った、名古屋遠征に行った9人のメンバーが、新木場のアイドル甲子園に出演して、他のメンバーが東京キネマクラブか、IMG というイベントに出ることになったので、お間違いないよ、よろしくお願いします。笹川おじさんは新木場に集合、新木場とはその後大手町。あのちゃん、さちゃんに会うため歩きます。歩いてくるの苦手から、何日かかっちゃうかな。ちゅうちゅう、久しぶりに餃子食べた。え、なんで悲しいの。ぼこちゃん、日曜日に新潟の人が出張できててお話しして、席取ってるやりとり、あー見てた。そう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 、あれでしょ、横浜サウンドクラブでしょ。そうなんですよ、ありがたいことに取ってくれた。あゆちゃんが大声で叫んでた、ハゲキング去年。やっぱ甘いの食べてると糖尿病なる。
焼き餅ありがとう。明日チェキ取りたいです。もちのロン大歓迎ですよ。もちのロンってちょっと古いな待ってます。いもいも、ドライフラワーじゃない、生のお花でした。美しい。でもドライより生が好き。明日もチェキ取ろうねパンダちゃん。あ、モンティハピバありがとう。ハゲキング、さっき花箱立てておいたけどね。あ、ここ大丈夫ギリ。シアちゃんとそうだよ、1日違い。しおちゃんが3月22で、笹川が3月23で、あゆちゃんが3月、はるかわあゆみちゃんが3月29日なんですよ。ポコちゃんのお母さんも新潟出身。ポコちゃんのお母さんどこ、新潟のどこだろう。ジュジュ、多分朝から新木場に行く予定。じゃあ会える、会えるか、会えそうなのか。あ、キツネに戻った。28日は新潟、新潟、新潟行って。お手持ちの会社27日。28は、28はおらんのか。すれ違う。パナちゃん新幹線電車でその後歩きます。足痛いの直す。笹川が念力で直す。のび新木場ね、新木場大好きだもんね野外、俺たちの夏はこれからだ。フルム、さっちゃんとしおちゃんほっぺたピトーってしてたの、いいでしょ、メンバー特権あげきん、夜中にジュース飲みまくってトイレ行っと1週間続けると糖尿病のなり方、ハウトゥー教えてくれなくていいんですよ誰も求めてないの、糖尿病のなり方まあ逆にそれをしないことで糖尿病を防げるっていうね。ひなた、僕はドラえもんで好きですあ、塩対応がいいのかな、ひなた。じゃあこれから塩対応かな、うん、あっち行ってはい、もう取ったでしょ、あっち行って塩対応。でもずっと塩対応でも好きな人は好きなのかな。塩の中にたまになんかツンデレみたいな感じでデレがあるから好きってなったりするのかな、どうなんだろう。ポカちゃん、新潟県の市内、新潟市近いかな、笹川の地元と。サチェとブルーの初音ちゃんのツーショット、お話ししたことない、話せるかな。ブルーさん今日いらっしゃった。ジュジュ、28日新木場から動かないか。でもじゃあ28日朝からやるならあれと何時でも会えるかな。どこだろう、ステージでっかいとこ出たい。みーちゃん、夜中ガブガブ炭酸飲料飲んでる私も。それは危ないね、なるよ糖尿病足痛い。あ、それぶつかられたんです。まあかわいいね。ああ再確認した。東京半袖葉っぱんで、いや半袖の人もたまにおるけど、でもこれで寒かったら責任、全責任笹川がおえ、ど28日の気温誰か出して。キツネはボキャブラリー貧困のゴンゲでコミュニケーション能力ゼロ貧困新婚貧、新木場って比較的近いけど、おお、じゃあ試しにおいで。新木場スタジオコーストめっちゃでっかい、もう会場のいろんなところでライブしてる。高橋急仕事で、そうなん、よよよよよ悲しみ。
仕事頑張れ、うん、フルムほっぺたピーターってスモン持ち寄ってくれたら嬉しいけど、眺めてるだけそれをひっそり壁の影から眺めてるやつね。ひな、あなたは優しすぎてそういうのできないの知ってるか。いや、できるし塩対応しようと思えばできるし、え、でもその前になんかこう会えた喜びとか顔に出ちゃうからなそう、そういうのが先に勝っちゃうからな。でもやろうと思えばできるし。じゃあマツケンの前のおしめ 99.9% 塩で 0.1 の出るのために、え何それ一途、そこまで来るとめっちゃ一途、何すごい。え、でもやっぱデレがあるっていうことを知ってしまうと、もうそれ沼だよね。しかし寝落ち前におやすみ。あ、というか今日笹川あれだ、日付変わって火曜日は公式の曜日担当配信もあるからあれだな、明日何時に配信しようかな。明日お休みにしたから一応朝昼も空いてるっちゃ空いてるんだけど夕方、うんうんうん、時間はまたお知らせします。北海道民だから7度とかで暑いと感じる。あ、じゃあ半袖と半パン、半パンツ、やばい、ごめん、変なところを立ちしちゃった、止めちゃった。どうやらあの時やらかしてしまったらしく、痛い、痛めてる違い、痛めちゃった、加熱調理しちゃった、うん、明日の。いやでも本当に いつ、いかなる時もぶつかったらダメ。お祝い、でも本当に来てくれるだけでええからな、嬉しいからな。フルムに塩対応でめーちゃんが癒してくれるとは限らない美味しさ2倍、果たしてそうなるかな。公式配信もあるなんてラッキーマンだね、マオキはラッキーマンだね一冊のオリジナル画質、オリジナル、あれは仕方なかった。え、誰、ひな、たくさんの睡眠時間を自分に、あ、そっか、確かに自分になんかプレゼントあげたいとか言って何も買わなそう。マッサージ行きたいな、睡眠、確かに睡眠したい、もうずっと寝てたい、ずっと寝てたいし、ずっと食べてたいけど、でもずっとライブしてたいと思う。ラッキーマン、ハッピーアローハッピーアロー、ハッピーアローだったね今日。トークポート、トークポートもパーって映し出された瞬間ハッピーアローだった取り留めてる変態足が久々に痛い、あ、出た、傷がうずくぜって。フラム、めいちゃんが癒してくれないとしおちゃんかはるかわちゃんに、おお、誰かが優しくしてくれると思ったら大間違いしよう。オロチマッサージなら私がしますよその語尾の丸にすごいなんか込められてるポコちゃん、日曜日の横浜サーサンドクラブにバンザイさんのファンで可愛い女の子がいた。え、ちょっと狙っちゃダメだよ、女オタオタしちゃダメだよ推しメンだけにしとき。明日お昼におはようツイートしてくれたら泣いて喜ぶけど基本おはようツイートしないって、いや決めてはないけど、おはようツイートはそんなしないんだよな。おはよう、じゃあ夜に19時頃におはようってするわ
でもそれはライブ遅刻で出れないんじゃないか的な涙になっちゃう。まあ、あの瞬間ために生きてたもう思い残すことないなな。え、大丈夫、笹川が脳内でめっちゃ思い出すから今日の魔王。ハッピーバースデーイエーイってなってた。パナちゃん、さ、僕癒してくれないの？癒される？癒し。ジュジュ、笹川氏が誕生日だから焼きそば弁当。うん、知ってる、焼きそば弁当めっちゃ有名、うまいよね。みーちゃん、百均用の足首サポーター二重に入ってる。ほら、いやらしい目で見ないんで、マッサージ。なんかコメントがいやらしく感じちゃうんだな。マロタ、もしよう、ありがとう電話。元だけど文字をって呼びます。BJ、 え、何、鬼地区、あ、そういうことか、鬼地区。確かに、どうでしょう。でもメンバーみんな優しいよ、うん、みんな優しい。画像大丈夫だったかな、大丈夫だったかな、なんだろう、あれ作ってくれて誕生日祝いの画像かな。そう、さっきみんなとりあえず見た人のにいいねしたけど、まだちゃんとみんなのツイートよくよく読めてはないから、そう、配信時間迫ったから後でよく読もうって思った。やめて、大丈夫、真央が記憶消しちゃっても笹川がずっと覚えてるからね。ポコちゃん、明日も横浜サーザンのお仕事の後のお仕事、うん、うん、ポコちゃん明日いるの、サーザンのクラブ。くまたん、ありがとうございます。アバター変えてくれてる。チョレコ、バンリマ、チョレコ、チョレコ、女性になったの。足は痛いけど普通に歩けるので、あ、よかった。モティ、こんばんは。モティ、ありがとう。今日のとこポジションって合わないなと思ったら涙のせいだよな。そこは涙のせいにしとけ。してなかったんかい。ちょっと大事な日のおしめを。泣いてなかった？な、ちょっとなんか、泣いてなかった？チョレコ、チョレコ来たね、みーちゃん。突然、あ、なんか、あ、大丈夫か、回復した。通信状況が。待って、誕生日おめでとう、緑の花もらったー、ありがとう。笹川推しさんからいただいた大事なお花です。ポコちゃん、品川でガードマンで5時に終わる。おお、やったやった。そっか、品川から横浜割と来やすい。パンダちゃん、パンダちゃんもみんなに認知されてると思うよ。まあ、すっごい優しいが、うん、ずっと忘れない、あの今日の魔王。ハッピーやろう。日曜日さんだ、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。しおりも推しメンも誕生日おめでとうございました。ジュジュ、200も東京にいるの楽しみ。うん、確かに、いつも一泊リフ以来やったね。いいね、ジュジュの春休み。ただただ痛いだけ、医者行って、医者。ポコちゃん誕生日だから遅れたけど、え、ポコちゃんとついに話せる、やった。たかし行けなくて、泣かんといて、たかし、たかし泣いてしまったら覚え悲しくなっちゃう。いいよ、また今度待ってるからね、ジェントルマン。一瞬、あ、そうそう、一瞬なんかちょっと通信状況があれになってた。
ひなおしめんとに似て泣いてたとしても泣いてないって言うけどねえ泣いた泣いた今日超泣いた。ひな方は急に手のひら返してくるやつそう泣いちゃうよ。みんなに認知え絶対されてそう、うん、川だね。まあもう川だったね。耳かけてくれてもいいんだよ。もっと一瞬固まってた。おかえり芋ポコちゃん横浜のあ鶴見鶴見めっちゃ友達住んでたから名前知ってるわ。やすのりおやす。えささがもそろそろ終わるかな。ポコちゃん日曜日はあんちゃん。えそうあんちゃん3月28日までやからな。慎吾おじさんもう認知されてると思うな。もう全員認知されてるな。 NGT だって、まあ、全員とはいかないかもしれないけど。フィルム後ろに出る人ヤクルいるよ。待ってこっち見てくれてる見守ってくれてる笹川の配信。誰かが変なコメントとかもういけないコメントとかしたらここからビームうーんって飛んでくるからうん、変なコメントしたら笹川配信もうちょっと眠くなってきた。そろそろ終わろうかな。卒業寂しいさ。いつになっても BJ 多分顔と名前が一致してない子、まあ多分話してない子の中にはいるかもしんないけど。ケンちゃんこんばんざい、ありがとう。怖いいなった最後の5秒の記憶は忘れたらあかんで、いや全部3分間全部伸びぬヤックルライダー、うん、強いよ最強だから。かわいいこんなかわいい顔して。でも笹川の好きな目の好みが分かる、すごいみんな一緒の目してるもん。ビビビビビビーム見たすぎるけどそのコメント見たくないからビーム見たらもうみんな死ぬよ。ネロお疲れ様でした、ありがとう。おやすみわざわざ起きてくれたのかな。タラちゃん明日会える。眠くなってきちゃったらしょうがないね。うん、明日もたくさん配信するからね。ささやき配信会場で、いや会場でこの声で話したら本当に声何も全く聞こえないからそれでもいいならバンズさん最初のしリンか、そうだったんだ。明日めっちゃ楽しみ、やばいやばいやばい、ちょっと練習しとこう。おつささでした。そう大事な日、3月23。あ、やば、ゲームログインしなきゃ。お祝いされるために。アプリ。ワンちゃん。でも、ささちゃんの好きな目。黒丸ポチって感じの。うん、そこにだるま、パンダちゃんがくれたのも。好きな日見ちゃうんだけど、バンザイさん、スキーピー。いい誕生日になりますように、ありがとう。あ今日だね、3分の記憶冷凍保存また取り出したい時にはちょっと温めて解凍して思い出してください。うちもなみんなからの言葉全部もう冷凍保存しておきたい。ささやきみんなお疲れありがとう。ワンちゃんそうだよ、直接まだ話せたことないやからな。ありがとう。おつささ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 、そう誕生日ログも忘れない、大事だから1年に1度いい年にします。今年は人にいい影響を与えられる人間になる人の人生。
お疲れありがとう。おやすみ。あ、サマスもありがとう。おやすみね。みんなももう遅い時間なんで寝てください。今日横浜サウザンドクラブで待ってます。イエイ。